こんにちは。バランスという言葉でね、この前も動画を撮ったんですけども、成功するためにはバランスを極端にしなければならないというふうに思うんですね。選択と集中という言葉がありますけども、本当に他のことを一切やめて、で一つのことだけに特化すると、それは成果は出るんじゃないかなと思うんですよ。多くの方が今の暮らしを維持しながら、空いた時間、隙間時間でちょっとやる、それを積み重ねていって、いつか成功しないかなと思うんですけども、多分それはね、取り組む分野とかライバルとの相関関係によって変えていかなくちゃいけないのかなと思うんですよ。もうすでにね、レッドオーシャンたる、例えばゲーム実況っていうのがね、 YouTube でありますけども、ゲーム実況でトップに立とうと思ったら、ゲーム実況がまだね、始まったばっかりの頃は片手間で良かったのかもしれないけども、今は何がしかの独自性を持ってやらないとダメでしょうね、きっとね。例えばゲーム実況をなんかね、若い女の子がいろんなコスプレでやってみましたみたいなので、サムネイルで待ってて、で動画を放送しながら、なんか1分に1回自分がゲームをやってる様子をなんかね、膝を立てた状態でやるみたいな感じで、その1分に1回ゲーム実況なんだけども、実況者が大画面でバーンって出てきて、それでなんか10秒ぐらい、わあすごいとか言いながらね、はしゃいでるのを映すみたいなのを繰り返していくと、それはなんかアクセスを集めるんじゃないかなと。ただし相当いろんなバランスを壊さなくちゃいけなくって、恥ずかしくてやりたくないとかね、知り合いから見られたら嫌だとかね、でなんか気持ち悪い人にストーキングされたくないとか、個人情報もバラしたくないみたいな、結構そのバランスを壊していかないと成功はしないと。で成功して自分がある一定の地位に来た時に、またそのレベルでバランスを取っていくってことになるんじゃないかなと思うんですよ。でそのバランスっていうのは、そこに一体の人にしか構築できないんで、なかなか難しいと思いますし、それよりも上級者の方がコンサルすることでバランスってものが客観的に分かってくるかもしれませんけども、少なくともね、自分と同じ場所にいる人に成功のためのバランスの壊し方を教わっても全然ダメでしょうね。そんなの一部の人だけだよ、そんなことしてさリスク高いじゃんとかね、今更そんなことしてうまくいくみたいなことに、そういう人たちに話を合わせても、その人たちと同じ暮らしが待ってるだけですからね。だから時にはバランスを9対1とか10対0とかでものすごく極端に傾けていくことによって、一点集中してパワーが突き抜けるところに行くし、それ突破力になりますし、突破した後でまたね、そこを地ならししていけばよくって、で、ある人に言わせれば、なんか今ね、つながってる人たちを失うのが怖いとか言うんですけども、でも残念ながらね、残念ながらですよ、月収20万の時に関わってる人と月収100万の時に関わってる人、これ変わりますよ、どう考えても。だってね、20万で月収やってる人たちの周りにはやっぱり20万円ぐらいの人が主に揃っていて、じゃあ食べ方飲み方3000円いこうぜって話が合うわけじゃないですか。でも月収100万の人が食べ放題飲み放題3000円に毎回毎回行くかって言ったら、行かないですよね。レジャーも変わってくるし、やっぱ自分の持ち物も変わってきたりね、まあ例えばなんかの集合場所にキャンプかなんかに行くときに、ランドクルーザーにバーって乗ってっても、周りの人も似たような RV だったら、別にそこでおかしなバランスの乖離は起きないんですけどもでも月収20万30万の人に紛れて、月収ね100万ぐらいの人が行ったら、一人だけなんかベントレーで、他の人はなんかね中古車だったみたいなことになって、あいつなんか鼻につくよねみたいな感じになったりとか、あの人だけ高級車だねみたいになっちゃったりとかしてね、でやっぱりこう面白くないと思うんですよ。なんか自分だけこういういい車に乗ってくの悪いみたいみたいな感じでね、やっぱり話も合わなくなってくるでしょうね。みんなが節約の話してるのに、もっともっといっぱい使って経済回そうよみたいなことを言わなくちゃいけなかったり、言わないまでも我慢して話を合わせたりする中で、なんか面白くねえなみたいになったりね。でやっぱりこう一緒になんかイベントしようぜって言っても、ああ仕事があるんで家庭があるんでって人と、いや俺いつでもいいよ大丈夫、時間もあるし家族もちゃんとバランス取ってるしみたいなね、立場の人と、だからバランスの取り方をもうどういうふうにするかっていう、バランスのコントロールですね。いつもこう釣り合ってる状態がバランスじゃなくて、時にはこう傾いてる状態が釣り合ってるってこともあるんですよね。飛行機もそうですけど、ビューンって飛んでますけども、カーブする時ってこうなんですよね。これが釣り合ってる状態、まあ、車でもそうですけども、すごいスピードで回ろうと思ったら傾斜をつけないといけないんですよね。傾斜をつける、バンクをつけるから、こうスムーズに回れるところがあって、じゃあバランスが本当に横辛い位置のね道路で急旋回できるか、今度はできなくて遠心力で吹っ飛んでいくわけですよ。それがだからビジネスで
バランスの取り方を間違えた人の末路じゃないかなと、吹っ飛んでいって終わりみたいな、事故して終わり、大怪我して終わりみたいなね、再起不能でお金失いました、人脈失いました、あもうやってらんないです、詐欺ですみたいなね、マトリックスアフィリエイト、いたし。